ジョナ・ジェームズ・ベイリスは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州出身の、元プロ野球選手。2002年の MLB ドラフト7巡目指名で、カンザスシティロイヤルズと契約し、2005年6月21日に、メジャーデビュー。翌2006年にピッツバーグパイレーツに移籍し、桑田・タ・マスミと同僚だった2007年は、中継ぎで39試合に登板した。 2008年以降はメジャーでの登板はなく、同年6月にトロントブルージェイズに移籍し、ブルージェイズ参加の 3A チームに所属していた。2009年7月24日、抑えのアレックス・グラマンの離脱などで、ブルーペン人ンが苦しい状況が続いていた埼玉西部ライオンズに入団。8月14日の対日本ハム戦で1、群発登板を果たし、主に、セットアッパーとして登板した。 14イニングで被安打18、8死球と安定感とはほど遠かったが、基本類打は1本に抑え、防御率だけで見ると3.21と西部の投手陣の中では抑えており、多くの試合で起用されていた。しかし、ホイップは1.86とかなり高く、前の投手が残した走者を返したり、自分の出した走者を後続が抑えるということが言うことが多かった。 同年11月12日に自由契約公示された。2010年は、ヒューストン・アストロズとマイナー契約を結んだが、5月28日に契約を解除され、その後ブルージェイズとマイナー契約を結び、マイナーでシーズンを過ごす。オフには、タンパベイレイズとマイナー契約を結んだが解雇され、その後、独立リーグのアトランティックリーグのランカスター、バーンストーマーズと契約。 2012年は独立リーグブリッジポートブルーフィッシュでプレーその後、現役引退。引退後はテネシー州ヘンダーソンビルにある野球アカデミーで投手コーチを務めている。独特の右サイドの投球フォームから繰り出す時速150キロメートルを超える直球とスライダーを武器にメジャー通算61試合に登場にし5勝を上げている中継ぎのスペシャリストである。 ありがとうございます。